書き込み式美文字の練習帳を使って行書、草書、続け字崩し字を学んでいくということをやっていきます。で、まんべんなくやりたいのでいろんな方法あります。これ新宗先生も隋の時代の知恵のものなんですけども楷書と草書はこう並んでいます。なので草書はどのような字から成り立っているかないしはこの楷書がどのような草書になるのかっていう学ぶには、比較的効率がいいんですけれども、まあ、ここの千文字中国の文章なんで普段我々の日常から書き離れてるうちもあったりします。それからもう一つ、習字商業所扇子のものなんですけれどもこれは石碑の拓本なんで書いた字ではなくて寄せ集めなんですよね。なのであちこちから寄せ集めてきたものなので扇子の書ではあるんですけれども前後の続きがありません。蘭亭序だったり興福寺断碑だったり、他の石徳宗から持ってきたり、しているので前後のつながり連綿ということはないので一字一字単体の行書ないしは草書を学ぶということに、特化したもの。と実際にこの習字商業帳をこれ、漢字練習帳ジャポニカ学習帳国語12マス4マスを1文字でこう書いて、まあ、このぐらいの大きさで、これは筆ペンで、形を学ぶある程度の筆使いペン字と違って、筆で書いた時の太い細いのないしは払いだとか止め跳ね、転接といったものをね学ぶのに、まあ、比較的ちょうどいいんですけどもでこれだと今使わない、旧時代書写体というものもあります。例えばこれところ書の字だったりしますしこういったところの崩し方続け方ここの部分だったりかなりもう草書に近いというかほぼ草書の書体も混じっています。なのでこれは、中級上級レベルで、形とともに筆使いを学ぶということになっていきます。で、書き込み式美文字の練習帳がいいのは、まあ、実用ということともう一つは基本的な字の形変や作りをまんべんなく網羅しているということで解説もしてきましたけれどもで筆順の問題だったり基本定格だったり次元のバランスだったり部首だったりということで書き込み式のものをフルに使って余白も使って、きちっと解消が学べたところで今後行書草書も含めてこう解説をしてきました。でこういうものも含めて全部余白も含めてこう書いてきて一通り学んででよく日常で使うというものを先生方選んでテキストにまとめています。なので実用と言いながらかなり減りはしましたけども、まあ、便箋で、お手紙書くとか、まあ、一筆箋だとかカードだとかメモだとかね宅配便の、住所や名前を書くとかね、そういったことで一冊持っといて一通り学んでおくというのも無駄ではない。ただどうしても年を追うごとに手書きが減ってきている年賀状も SNS
を暑中見舞いも出さないという、もうオンラインで、で履歴書もエクセルワードの書式になりつつあるということなので、非日常になってしまってるんですよね。でその非日常の最たるものは、まあ、青山先生のこの美文字のおけごノートとなっていますが、ここに出てきているものは小原百人首と聖書納言と聖書納言の枕草子と、それから賢者物語の一節なんですよね。でここではきっちりと青山先生では楷書と漢字、そしてバランスということで、何度も丁寧に楷書を学ぶというのには適してます。でもいちいち丁寧に書くということなのでね、例えば大山行くの道も遠ければまだ踏む水天の橋立てとこうある中で、これをペンチでこうなぞり書きをする、楷書でしっかり学ぶとね、こう丁寧にきれいな楷書を書く、大事なのはゆっくり一つ一つ丁寧に書くというのが、まずこの青山先生のテキスト、点画の配置、隙がない揃える場所、これは最初の方に載っているこのひらがなの点画の配置だとか曲がりだとか揃えるとかっていうものをしっかり身につけた上で、この小さい字の中で書いていくというのが青山先生で、これゆっくり丁寧に書かないとね、なかなかなぞっても手本通りにならないですよね。で本当癖がないです。でこれで学べば小学校の書写、硬筆の書写、今ちょっと忘れてしまいましたけれども、硬筆の書写はかなり良い成績ですが、ただ今日本のね書写、特に書き初めなんかは余白を考えずにもう目いっぱい大きく太く元気よくになってしまっているので、余白を含めた読みやすいからが外れています。これに関してはご批判があるかと思います。でそのキツキスなどは一般社会だとか余白の美しい花のチラシだとか色紙だとかっていうか見上げないですね。会派によってはこれは空きすぎだとかもっと詰めてだとかいろいろあると思うんです。でもそれもね全部含めて見比べてみると、ボールペンチこちらの先生の方がうちの空き具合、ひらがな大きめ
漢字の方が大きいんですが、ひらがなも比較的青山先生より大きい。あ、ボールペン字なんで、実用ということを考えて早く書けることが第一、横書きも使いますということも含めてになるのでね、そういうお手本になっています。だからどれがいい悪いというか、どういう目的で字を練習するかだと思うんですね。日常なのか非日常なのかといっても、もう今ほとんどが非日常。日常で書くときはスピードを求められます。例えばホワイトボードで太いマジックで書くときゆっくり丁寧に書いてないですよね。講師の先生がもう書き殴って説明してたりするのに、こんなゆっくり丁寧に書いてる時間もったいないですよねっていう風になったときに、もっと綺麗に書いてほしいなと思うんですけれども、早くね、それもね、こんなゆっくりではなくて早くに綺麗に書くということであればね、まあ、そういう時は縦書きだったりキーワードしか書かなかったりこうするわけですけれども、まあ、それでも、まあ、カタカナも多かったりするんですけども、こういった時にこういったテキストでいけば横書き、のページももちろんあるわけです。だそういったところでこういった言葉よりはもっと単語で、ということがね、より実用的なのかなと、まあ、自分も、購買業務の、コスト削減だとか品質管理だとかっていうところでホワイトボードでこう中国でも説明したりするときに簡体字でこう書いていったんでね、またその簡体字の話もしたいと思っているんですけれども、例えばこうホワイトボードで書かないですよね、こんな言葉はね。でもまあ横書きで漢字とかなまじりで揃えて見やすい字を早く書くといったときにどうするか、ちょっとペンを書いて早く書くということを目的で、それも小さい字でとか、まあ、大きい字でとかね、いろいろあると思うんです。でなおかつ平らでないところで地上を汲み取りいただけますようお願い申し上げます。もちろん早くこう単子数を書くときは11の形もさることながら、横を揃えるとか中心軸揃えるとか、漢字を決めひらがな小さめで均等間隔少し持ち間は狭め、上下の点値は少し広めみたいなところで見やすさを狙ってこう書いたりするわけですよね。こういう実用レベルで書くのか、
こう大人のひらがなとして続けていく崩し字を何度も書いて、さらに筆ペンでこう書いてますけども、もう一回ペンで、こう書いていくと、だんだん書くスペースがなくなってきましたが、こういうリズムでさっさっさっさ、こう、あ、い、う、え、オーガが消えてしまいました。ちょっと元に戻して、こう書いていく。で、手の動きですね。とこう一通り書きましたけれども、まあいろいろなテキスト、いろんな使い方、いろんな練習の仕方、いろんなペンでも筆ペンでも、手の運び、あると思います。次回はこれらを使って、今度は筆ペンで書いてみようと思うんですね。今回はここまでにして、この続きはチャンネル登録して、ご覧ください。